埼玉県越谷市のアパートに住む女性の母親から娘が刺されたと119番通報がありました。その後女性は病院に搬送され死亡が確認されました。通報時刻と同じ頃、越谷市内の交番に25歳の男性が出頭し殺人容疑で逮捕されました。二人は事前に一度しか会っておらず、ライブ配信アプリ17ライブを通じて知り合い、配信者と視聴者の関係に戻ろうと言われ、他の男のものになるなら殺してしまおうと思ったと供述していたそうです。動機の異常さと残酷さ、ただ思い知らされるばかりなのでした。今回面識をご覧いただく方は、実名報道されてしまった配信者と、その配信者に交際を断られ、殺害してしまった視聴者のこのお二人です。さあ、ということで、今回は岩渕美咲さんと古川大輝さんの相性鑑定をしていきたいと思います。で、関係性でいうとこのライブ配信者とそのリスナーということで、彼はですね、ただのリスナーじゃなくてガチ恋勢ということで、まあ、そこからさらに恋愛関係に発展していたということですから、お二人の相性を見ていく中で、まあ、どのような葛藤があったのかということもね含めて、読み解いてきていきたいと思います。で、まず最初に画数の数え方についてなんですけども、彼女ね、岩内美咲さんの名前の淵という文字が三髄ですので、文字本来の正字体は11画ではなく12画で数えます。三髄は水と書いて数えるのが基本なので、ぜひ覚えておいてくださいということで、こちらのな、あの名前を見てね、ご覧いただいてお分かりの通りなんですけども、あの古川大輝という名前の三歳配列が希少配列なんですよ。名前がいいんです。つまり名前がいいということは、それだけで大それたことをしでかす、自分が思い描いたことを容易に成し遂げてしまうという名前ですので、彼が負の感情に支配されたのであれば、それはもう抗いようのないことで、でもどうして彼は負の感情に支配されてしまったのか。たった一度しか会ってないのに殺人事件にまで発展してるんです。少なからず、まあ、彼の中では両思いだったはずで、にもかかわらず、予想外のことが起きてしまっていて、配信者とリスナーという関係である以上、彼がね、彼女に対していくら投げ銭をしたかまではわからないんですけども、彼の中にもしかしたら彼女に対しての不信感があったのではないかなと。だから必ずしも犯罪を起こした彼だけが悪いと決めつけるのも、違うのかなと思いましたので、まあ、そういったところも視野に入れながら人物の考察をしていきたいと思います。それでは古川大輝さんの数理を見ていきましょう。人格6、最小限の努力で何事もテンポく進むため、有頂天になれやすく、うぬぼれやすい。負けず嫌いで根性があり、人望があり、人気もあり、自意識過剰で目立ちたがりで責任感もあると。さらに、自信過剰でエゴイストなんですけども、その根拠が知覚にあります。知覚18、鉄のごとき自我を主と信頼と尊敬を集める存在ですが、そこに協調性はなく、人間的に器の小さい人という印象を与えます。権威的で強情、自己主張が激しく非常に頑固なため、対立や非難を招く危険があるでしょう。また頭の回転が速く利己主義ということで、彼が潜在的に持っている幼さ、執着心、強情さ、利己主義という要素は、この地下から来ているものなんですけども、彼の中で、確信めいたものがあったはずなんですよ。配信者とリスナーという関係から会うに至るほどの関係に発展してますから、少なからず彼女から両思いであるかのような振る舞いがあったんじゃないかなと、そういう意思の洗脳があったはずなんですよね。で、彼女にとってリスナーってお客さんなんで、つなぎ止めておくための、まあリップサービスみたいなものもあって、だからもしかしたら会わなければバレなかった嘘があったことでバレてしまったと。で、彼女にとって男性は貢いでくれるものという感覚なんです。
で、貢がれたいという気持ちしかないんですよね。彼女が彼に会おうと思ったたった一つの理由は、貢いでくれると思ったから。たくさん投げ銭をしてくれたから。その感覚で、リアルマネーが欲しかった。ただそれだけです。で、彼に対する好きという気持ちは嘘で、なぜなら、彼女の名前は、自己愛性人格障害で、外覚と人格の関係は、相思相愛の秘話。まあ、本来、相手に向かうはずの行為の矢印が、Uターンして自分に向かってる。同格同数の秘話、大一冊。で、彼女が愛してるのは、自分だけなんです。自分のことを好きと言ってくれる人が好きなんです。そういう彼女の好きなめいた発言に、両思いだと思っていた彼は嫉妬してしまっていて、自分のものだけにしたい彼と、みんなのものでいたい彼女。愛入れないんです。根っこが全然違いすぎて、恋愛対象にはならないですし、で、会わなきゃバレなかった嘘が、あったことによってバレたんですね。で、彼女のやり方って恋愛商法なんですよ。で、彼女は彼に今まで散々、両思いかのように振る舞っていたにもかかわらず、別れを告げて、離れようとしたんです。で、なぜか、なんですけども、彼はお金がないんです。外角二十角。金を殺す運と書いて、金札。一方で彼女は金の亡者。地角14、双角34。どこまで行っても金を求める名前。経験豊富な33歳の悪女が、25歳の、純粋無垢な男性を手玉に取った結果、返り討ちにあったということですかね。もちろん、犯罪は犯罪なんですけども、殺されるようなことをしてしまった彼女にも、少なからず問題があったのかなと思います。Thank you.